はい、<上>山本太郎君。 はいいありがとうございます自由党共同代表の山本太郎です自由社民の会派希望の会を代表いたしまして、えー、第七次地方文献一括法案に関して、えー、お聞きいたします、まあ、数々の法案審議する国会の中で宇宙から子育てまでを審議する一番振り幅が大きい委員会内閣委員会なんですよね、えー、その中に地方の文献や地方の創生も入ってくると、えーまあ普段危険な香りといいますか感覚的にこれ後々まずくなるんじゃないかみたいなううようなんですね、えー、そういうふうに感じるものの法案に に関しては、まあ、力いっぱい、時間いっぱいお聞きするんですけれども、今回の第7次地方文献一括法に関しては、大筋で賛成できるのかなと、もちろん先ほどのですね、えー、っと、えー、っと、 田村委員のご指摘、そして清水委員のご指摘に関しまして、お聞きしまして、ちょっと心が揺れてる部分はあるんですね、まあ、そうやってあの簡単に採決を変えられるのかって話なんですけど、私のいてます自由党は、ですね採決縛らないということなので、直前でも変えられるという利点がございますえ、非常にありがたいと言いますか、これこそ民主的だなと思うんですけれども、まあえーとまあ、基本的に、まあえー、と賛成方向ということを考えて質問作りをしてきたわけなんですけれども、まあ、もちろん細かく言えば、複数の分野にわたる 法案を一括でやるんだという部分には抵抗があるのは事実です、えー、今回に限らず、もっと一本一本丁寧にやるのが国会審議であってほしいなというふうに思います、えー、他にもです、ね、公営住宅の明け渡しの請求の対象となる高額所得者の収入基準、政令で定める基準に従い、地方公共団体が条例で下げることを可能とするとされたと、まあ、対象人数、これ、少ないからっていうようなことがね、あのー 以前の議論の中にもあったんですけど、でも対象人数少ないから問題ないって話にならないよなって、しっかり議論されていないっていうことにも抵抗を感じるんですけれど、えー、広い収入範囲にわたって公的住宅を利用できることこそが少子化対策はもちろんのこと、今やその多くが没落したとも言われる中間層復活に向けても必要最低限のインフラであると考えますし、それを担保できれば、先々長期にわたり、個人消費を継続して押し上げる効果もあると考えます。ままあ、いろいろ申しししたけれども珍しく 本法案に基本的に賛成という方向性を、ね、あ,のあらかじめ示すというのは非常に珍しいことだとでも今、えー、先ほどの田村委員や清水委員のお話を伺った中で自分の中で揺れているという部分がありますなので,です、ね、本日は地方創生とは何かという基本的な部分をです、ね、せっかくの機会ですので勉強をしながらそしてその最後に、えー、とどうするのかということを決めさせていただきたいと、えー、ぜひせ政府参考人と大臣のお力をお借りさせていただいて勉強をさせてください。よろししくお願いまます、えー、まずは基、ね、基本の基本の 地方創生の意意味と意義を教えてください町人仕事創創生生本部河合長お答え申し上げます地方創生は少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくため、国民一人一人が夢や希望を持ち、 潤いのあるる豊かな生活を安心して営むことができる地域社会の形成、地域社会を担う個性豊かで多様な人材の確保、地域における魅力ある多様な就業機会の創出、これらを一体的に推進するものでございます。特に地方創生を実現するためには、地域資源を生かした仕事を作り、地方の平均所得の向上を実現するとともに、 それぞれの地方が自助の精神を持って自らのアイディアで未来を切り開くことが重要であるとの考えのもと施策の推進に取り組んでいるところでございます山本太郎君ありがとうございますまああのその意義意味というのを聞くと非常に素晴らしいという、えー、と感想を持つんですけれども第三次安倍内閣大臣就任の会見で山本大臣の御発言の中にですね国家戦略特区を所管する地方創生など規制改革 岩盤規制を外そうという規制改革を一人の大臣として私が担当することだと思うそのことによっていわゆる成長戦略の岩盤規制に風,な風穴を開け地方の活力向上に貢献したいとこうおっしゃっておりました、えー、地方創生を成し遂げるために本法案がどういった役割を果たすのか簡単に教えてください堺井町。 本法案があの地方創生にまあど,うどのように資するのかというお尋ねでございますけれども、地方文献改革の推進といいますのは、地域が自らの発想と創意工夫によりまして、課題解決を図るための基盤となるものでございまして、地方創生においても極めて重要なテーマでございます。今国会に提出しております第7次地方文献一括法案は、地方からの提案に基づきまして、 地方に対する規制緩和、あるいは指定都市等への権限維持を行うことによりまして、地方の自主性、自立性を高め、地方創生に資するものであると考えております山本太郎君。ありがとうございます今回の地方文献一括法案や、国家戦略特区などにより、総理言われるところの岩盤規制をドリルで開けるということが、地方創生を成し遂げるために、絶対的に必要な条件であるということでよろしいでしょうか。 堺ョー えー、あの今、特区の,のお話もございましたけれども、まあ、あの地方創生、まあ、地方が主役となりまして、地方が成長する活力を取り戻して、人口減少を克服するための、まあ、取り組みでございますあの。国家戦略特区制度、これは意欲にあふれた自治体や事業者の具体的な提案に基づきまして、規制改革のいわゆる、まあ、実験場として、地域を限った大胆な規制改革を進めてきております。特区ににおける規制改革と言いまますのののは我が国経済の潜在力を解き放ちまして地方の活性化に 大きな貢献を果たしてていいるという,ふうに考えておりますこのような特区制度、それから先ほど申し上げました地方文献改革におけます提案募集制度、さまざまな施策を総動員して、地方創生という大きな目的のために、しっかりと総合的に取り組んでいくということであろうかと存じます。 山本太郎君、はい、地方分権地方創生国家戦略特区これどれも切り離せられないものなんですよね地方の活性化ということに関してはそれを地方創生という形でえー、大臣がその先頭に立ってやられているというお話だと思いますえー、っとですね地方創生と一言で言いましても地方の数だけそれぞれの個性が ありますよね、まあ、言い方変えるとこれ格差とも言えるかもしれません、え手上げ方式え提案募集方式となると人的な部分も含めた資産、これどれぐらい持ち合わせているかということによって地方創生がその格差を広げる行政格差を広げるということにつながる恐れはないですかね、その部分に対するケア対策などがあったら教えてください。坂井次長 お答えいたします。提案募集方式におけますあの提案の検討過程におきましては、例えば、権限以上の提案に関しましては、ご指摘のようなあの人的な部分を含めました執行体制が十分に確保されるか。 という観点も含めまた、昨年12月に閣議決定いたしましたあ、平成28年の地方からの提案等に関する対応方針におきましても、事務権限の異常に伴う財源措置については、確実な財源措置を講ずるということですとか、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を行いまして、地方公共団体において、異常された事務権限を円滑に執行することができるように配慮すること とととしていいいるところでごござざまますす山本太郎君ありがとうございます、まあ、そうは言っても、ですね小規模自治体において優秀な人材を集めるというのはそう容易なことじゃないんだろうなとうう思うんですね、えー、お聞きします、例えばですけど、ざっくりな聞き方で申し訳ないですあの、外部から入ってきたものが特殊かつ私的な利害によって地元が洗断されるなどの危険というのはないんですかね。 例えばその部分に対する対策というものがあるならば、教えてください。坂井、えー、あの地方文献改革といいますのはあの、地方公共団体の実質性および事実性を高めまして、まあ、それぞれの地域の特性を生かして、多様で個性豊かな社会を形成するということを目指して進められているものでございます。まあ、この文献改革にによりまして、えー、地方におけるるる自自己己決定権、えー、あるいは自己責任が拡大する中で それぞれの地方公共団体が自治能力の向上でありますとか、あるいはガバナンスの強化を図りながら、施策の適切な立案、実施を確保するということが、ますます重要になってきているものと考えております。 今後とも地方文献改革の推進に当たりましては、権限以上をするような事務権限に関するマニュアルの整備でありますとか、研修、職員の派遣も含めまして、地方公共団体におきまして、適切な事務の実施がなされるよう、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。 山本太郎君えとちょっと私の言葉が足らなかったですね、先ほど言った外部から入ってきたものが特殊かつ私的な利害によって地元が宣断される等の危険っていうのが、多分意味するところは必ずしも明らかでないというようなお話だと思うんですよね、多分ちょっとあのはっきりと答えられなかった部分だと思うんですけど、じゃあもうちょっとあのざっくり言ってみると、例えばですけど、省庁の役人だったりとか、政治家に知り合いがいますとか。 友達がいますよということで、まあ、太いパイプがあるっていうことによって、提案とか申請が他よりも通りやすいってことになると、これ、公平性っていう観点から見て、これ、フェアな状態とは言えないなっていうふうに私は思うんですよね。ですから、そういったことの内容にしっかりと審査される仕組みっていうのは、これ、必要だと思うんですよね。であのー、地方創生っていう改革は フェアな精神というものが私すごく重要なんじゃないかなと思うんですけれどもあの大臣はどうお考えですか山本大臣あのそのそれは全くおっしゃる通りだと私も思います、えー、この地方創生というのはあ、まあ、地方創生といいますか地方文献を含む地方創生はですね、えー、地方が自分たちの未来を自らの創意工夫と努力で切り開くということが求められているわけでありまして そうした中で地方の自主性自立性を高める地方分権改革を推進するとともに地域が持つ魅力知恵とか人材とか資源をですね最大限引き出して豊かな地域社会をつくる地方創生を本格展開することが必要でありますそのためには各地方公共団体において適切かつ円滑に行政が実施され調整の実を上げられるよう制度面で自治能力の向上やガバナンスの強化を図るとともに必要な財源措置人材育成やマニュアルの 整備等により、地方公共団体の体制整備を支援することも重要でございます、そういう意味で、この提案型の、提案募集型の地方,地方文献改革ということもしっかりとです、ね、公正、公平という観点のもとに、有識者等の意見も聞きながら、そして関係者の間でしっかりあの討議をしながら、 取り組んでいるというころでありましてそうした懸念が生じないように全力を挙げなければいけないと思っております宮本太郎君えっと地方分権改革推進本部の本部長というのはどなたでしたか社会長内閣総理大臣が本部長になっております宮本君ありがとうございます、えー、町人仕事創生本部の本部長というのはどなたでしたか加、はい。 河井長、あの内閣総理大臣でございます。山本君、えっと国家戦略特別区域諮問会議の議長はどなたですか。川上次長、内閣総理大臣でございます。お答え申し上げます。内閣総理大臣でございます。山本君、あの既にね地方創生に必要なフェアな精神っていうのは安倍総理ご自身によって崩されているって。 大大臣臣思われませんかいかかいがです本全くそういうふうに思いません、あのえー、地方文献改革の問題にしても、あの国家戦略特区にしても、ですねあるいは町人仕事総選にしても、あのそれはあの最終的に議長なりは内閣総理大臣でありますが、私がその前段階として、自主的な責任を持ってやっているわけでありまして、しかもそれは、 あ他の有識者等もしっかりと入った中で決めていくわけでありまして、えー、そういう意味ではあ公正・公平さが保たれているものと思っております山本太郎君。そんなことない、考えすぎ、公平・公正さは保たれている、安倍総理に失礼じゃないかっていう話ですよね、おそらくね。えー、愛媛県今治市に建設されようとしている獣医学部、これまでの構造改革特区では15回、15回。 申請がはねられ続けましたが、第二次安倍政権になり、国家戦略特区が始まり、この申請がすんなりと進んだ、もう聞き飽きた話ですよね、これ皆さんはね、構造改革特区では15回申請がはねられ続けたけれども、第二次安倍政権になって国家戦略特区が始まって、この申請がすんなりと進んだ、しかも日本獣医師会も愛媛県今治市が提案する獣医系大学の構想について。 構想の内容はいずれも既存の六、えー、獣医系大学ですでに取り組んでいるものばかりであり、新規性はなく、また獣医師の獣、えー、需要動向についても、全国的観点からは地域、職域の偏在は見られるものの、獣医師総数は不足していないと、この獣医学部新設に関して完全に疑問視しているんですよね。 この獣医学部を設立するのは加計学園、その理事長、加計孝太郎さん、安倍総理の40年来のお友達、日経新聞の後遺、えー、賞。2010年9月21日付によると、加計氏は安倍首相が大学卒業後にアメリカ・カリフォルニア州立大ロングビーチ校に語学留学した際に、知り合って以来のゴルフ友達だと。 師匠同棲にも何度も登場されるレギュラーメンバーみたいな感じですかね13年11月以降の約3年間で安倍首相と14回も面会昭恵夫人も同席で夕食をとったり山梨県の鳴沢村の安倍首相の別荘に招かれてゴルフをしたりと家族ぐるみな親密な付き合いであることが分かるこれだけだったらいいんですよ別に昔の友達でね語学留学した時の親友ですと一緒にゴルフもやるし一緒にご飯も食べるしねって 別荘にもそれは来るよって、それだけだったら問題ない。だけれども、そうじゃないですもんね、この件は。おまけに昭恵夫人、加計学園が運営する認可外保育施設、三影インターナショナルこども園の名誉園長、総理大臣の超仲良しのお友達の案件が今までは15回もはねられていた、安倍晋三さんの超仲良しのお友達の案件でも今までは15回もはねられていた。けれども 安倍総理が議長になった途端トとんとん拍子で、これおかしくないですかって、ずるいでしょって、誰が考えてもおかしいって話ですよ、普段から飲んだり食べたり、ゴルフしたり、コスプレして卒業式出たりしている、腹心の友の進学部作り、これまで15回も跳ねられた案件を総理大臣が議長という権限を持っ,たえ持って進めた獣医学部作り、これ、便宜業じゃないですかって。 利益相反以外の何者でもないじゃないかっていう話なんですけど、いかがでしょう、う大臣、大臣。山本大臣。あのこの件については、あの先般もおご説明したと思いますけれども、長い歴史がございます、構造改革とおっしゃるように、平成19年から15回にわたって申請し、えー、そこでは実現しませんでした。しかかそのの中でもお鳩山政権の時21年からはあ 実現にに向けてて検討というようよげされておりますしかし、それは構造改革のときには実現しなかったんですが、それを実際、安倍政権になって実現したということでありまして、長い経緯を持ってできた案件であります、しかもその中でいろんな検討が行われ、そして、 新たなあの先端分野、先端ライ,ンスライフサイエンス分野の需要が高まっている、あるいは感染症対策の水際対策が必要である、あるいはあ <coughs> 産業動物重視の偏在があると、まあ、そういうことを踏まえて、しかも重視会が反対しているということを踏まえて、えー、その経緯とそうした中身を見て、最終的に私が決断したわけでありまして、えー、一切そうした あ影響というものはありません山本太郎君何の説得力もないんですよ、民主党時代に実現に向けて一歩進んだって、お得意のね民主党のせい、民主党のせいにしようと思ってるかもしれないですけど、民主党時代には結局、一歩進んだけれども、結局これ、認可されてないでしょ、進んでないんですよ、結局は。15回はねられた末に実現したのが安倍総理になってからなんですよ、議長になってからなんですよ、お友達の案件でってことなんですよ。少なくとも 議長と関係性が近すぎる案件は、公平性を期すためにはねる、これ、筋じゃないですか、大臣、どう思われます山本大臣あの。それは中身がどういうものがあるかが一番大事でありまして、われわれは国家戦略特区の本来の趣旨である岩盤規制をお、えー、何とか打破すると、しかもその間に関係者の間のいろんな利害調整があって手続きを公平、公正、透明に進めると。 ということを確保すれば、そうした問題は生じないもと思っております山本君。ということは、いくら、えー、総理、議長という立場の人間とかなり深い中であったとしても、今後も国家戦略特区においても排除されないってことでよろしいですね山本大臣、そんなことは全く言っておりません、それは中身次第であります山本太郎君。中身がよかったら、とっくに通ってる話なんですよ、十五回はねられてるんですよ、獣医師会の、ね、お話、知ってるでしょ、読まれたでしょ。 しかも、そこで教える教員というものも足りないっていうような条件されてしまってんですよ。関係ありますよね、でも。だけど、そうじゃない、でも、普通に倫理観というものを持って、議長に一番近い人の案件が通るってこと自体がおかしな話じゃないですか、最初からそれ断らなきゃいけないことですよ、普通に考えれば。 私物化すんなって話じゃないですか、これ。皆さんから、国民の皆さんからしたら、全くフェアじゃない。誰のためにドリルで穴を開けるんですかって。お腹のために開けてるじゃないかって。公平性を期すために総理、つまりは議長と近すぎる案件はご遠慮いただく。これ当たり前ですよ。これ常識って考えられないなら、皆さん、永田町に毒されたご自身を客観的に見られてないんじゃないですか。このような考え方の政府、もしくは大臣が進める地方創生、将来的に毒にしかなりえないかもしれない。 本法案に賛成する予定でしたけれども、これは反対するしかないということを申し上げて、私の質疑を終わります。ありがとうございました。他にご発言も内容ですから、質疑は終局したものと認めます。これより、討論に。